音楽しか考えてなくて生きてきた数年間があって、それがなくなった時にいろいろ悩んでしまって2年間歌えなかった時期があって、それでニューヨークに行くって決めたから、とにかくどこかに行くことでこう何か変わるかもしれないみたいな期待だけで行った感じです。5歳か6歳ぐらいに専門学校である CD デビューオーディションみたいなのがあって、でそれに優勝してデビューに向けて頑張ってて、それぐらいからこうなんか学校にも馴染めないし、家もちょっとその時いろいろなことがあって、全てがこう重なって引きこもりみたいになって、でもその中でも音楽だけは自分のやりたいことだからどうにかやってるんですけど、なんか人間としての生活がままならないみたいな感じで、ニューヨークに行ってじゃどっかで歌えるところ探そうって思って、知らない人にメールを送りまくって、その中の一人の方が、あのこういうボーカルコーチがいるけど受けてみたらって言われて、で見たら本当に素晴らしい方で、私はこれを探してニューヨークに来たんだみたいな感じで泣き始めて、それからも2年半ずっと彼に教えてもらって、私の歌はもっともっとこう成長していけるんだっていうことがこう肌で感じれて嬉しかったんですよね。呼ばれた時にわーって湧いてくれて、その準優勝っていうのをいただいて、この完成の美しさに見合うぐらいのアーティストに自分はならないともう申し訳ないと思って、今でも覚えてます、そのお客さんたちの完成作ってくれてる姿みたいなの。 You got me home when I am lost, I need your love。アメリカツアーをしたのはデビューの前なんですよ。ゴードン・チェンバーズもツアーの最後の土地があのニューヨークだったんですけど、そこでレッスンを受けて、そのレッスンが本当に素晴らしかったんですよ。See, I can tell you're afraid to go. Don't be afraid. Take it up. I sing because I'm happy. Take it and keep it up, okay? I sing.もう本当に私の人生そのままなんですよね。
あのアメリカで自分が本当に学んで、私の可能性っていうのはまだまだあるんだってその時にもすごく思ったんですよ。でその一筋の光の音楽をなんか表現したというか、すごくラッキーだったのが、私にもっとできると思って私を伸ばそうとしてくれる人がいたから、だからこそ頑張れたんだと思います。